おはモーニン、坂村秘伝のカロリーパスタ作ります。妹に美味しいと言わせてみせる。今日は何を使うんですか？トマト缶と生クリームと玉ねぎとトリチーズです。前回玉ねぎ涙回復技をたくさんコメントで教えていただいたので、とりあえず冷やしました。これで玉ねぎ全細胞冬眠しましたね。そして恐ろしいほど光の関係で肌におしろいに塗ったように見えます。これは選ばれし者ってこと？誰が映っても白く映るんじゃねえって話。倍が神々しいわけではないようだ。玉ねぎを刻みます。多めから涙が出ません。今何切りしてんですか？みじん切りです。みじん切りに前で苦戦する女、連打技。ね、飛び出てる。妹にバトンをつなぎました。目に染める。泣いてない。冷やした本人だけに有効とかあるんかね。これ本当に熱湯した。熱湯した。もう涙が止まらない。涙サプライズ。どう、最悪だよ。誰の作業だと思って。まずはみじん切りにした玉ねぎを炒めます。少し色がつくまで炒めましょう。トマト缶を入れます。今回はカットトマト缶を使っています。汁が飛び散って元気ですね。前の後ろパーカーシス。ちょっと煮込んでいきましょう。ちなみにミートソースではありません。待って、うん、え、ちょっとやばいんじゃないこれ。すいません。それ何ですか？塩レモンです。え、ちょっと大丈夫ですか？こっちプシュ進化しました。ということは、どうもキッチンブランカーゆきです。ちょっと前作でもいろいろ関係があったレモン堂。乾杯。この塩レモンバージョンを妹に紹介します。もちろん関係があったことは伏せてあります。あくまで仲がいい友達として。ね、グツグツと今にも吹きこぼれそうなトマトソースはまるでワイトレモン堂が抑えている感情を示しているかのようだ。生クリームを入れます。これはもう4分の1くらいの量で大丈夫です。あとは様子見ながら足しても OK。 バイバレモンドうまいなってこと考えたらミスって全部入れちゃったから要注意な。混ざってきたらトッピングチーズを適量入れていきます。これも好みです。チーズが入ることによってソースにトロッと感が出るんですよ。チーズが持つしょっぱさで味がつくのでマスト。最近調理中リーズム取りがちです。ぐつぐつと目立つ音がメトロノームを刻んでるような気がして、酒缶はワインドットの指揮棒だ。前の心は2個と同じトーン記号を描いていた。てってってれってれってって、鍋とフライパン逆だった。起こりうる最悪な事態。リパスタ回収作業。何事も慎重にという教訓を得ました。感覚を狭めればいいってこと？これってパスタ ASMR？ 乱れた心はアルコールに沈めてもらいましょう。あとは胡椒とかで味の微調整をします。パスタを投入してソースに絡めます。できた。見てください、いろいろありましたが最後はこんなに美しい姿を見せてくれました。はい、カロリークリームパスタです。ウェディングドレス着た花嫁並みに美しいですね。本日のコンビニ汁はふわふわ卵のスープ。味噌汁は違うなって直感が働きました。妹はたらこクリームパスタです。今日はスパゲティ作るからねって何度も伝えたのにパスタかぶりで怖い。聖杯を掲げて乾杯。飲みかけなので秒で飽きました。イタリアンパス2に合わせるのは氷結のシャルドネ。これ結構好きで上品に飲みたいなという時に買います。コスパ買いしたもので高級スパークリングワインとシャルドネ飲んでも多分あまり違いがわからないでしょう。高村ハイカロリーパスタのお味は、食材をぶち込んでるだけなのとまずくなるわけがないのですが、おいしい。チーズのトロトロとクリームのまろやかさにトマトの酸味、三種の神器が全て揃ってる。初期から勇者の剣持ってるような完成された味。チートだ。卵スープに関してはパスタとは全く系統が違った。味噌汁以外ならいけるっしょという安易な考えは甘かったようだ。一度に2カ国の味を堪能できるという点ではベリッベリグッド。もう一度伝えておく。おいしい。散々文句を言っていた妹もこのパスタの美味しさを認めてくれた。嬉しい。ソースは量が余るので次の日にお米を入れてリゾットにして食べるのも最高です。次の日3食分これを食べておりました。その際卵を溶かすとおじや風になって美味しいです。はい、カロリークリームパスタもシャルドネと合わせると一気にコースメニューの一品のような品格に昇級する。シャルドネってる。ヨーロッパを感じる。あなたはヨーロッパにいる。ゆっくり目を開けて、ほらここはシャルドネは。食べ終えたらどんなアングルだよって感じですが、ベイマックスのようにおこたわっています。この後妹と動物の森通信しました。動物たちと打ち解けるにはモンストゼロを決めるしかない。ねえねえ、束縛された気持ち。牛のシャリの着ぐるみ着てます。みんなとも通信したいです。
妹の村、何も見えない。ねえ、黄金の色に輝く何かがある。しとめます。幽霊。最近妹は何にハマってるんですか。鬼滅。鬼滅。あー、逃げた。なんだか返事がないので夜食を食べたいと思います。チンプリ。マヤの家にはスプーンがなかったので、まず、いや、これ物食べるアイテムじゃないよ。美味しい。勝手にワイのプリンを貪る妹と出会ってしまった瞬間、ステゼロはプリン対ゼロなんだよな。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。妹が久しぶりに帰ってきたので一緒にご飯を食べました。自宅警備員なので、どん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 料理のスキルが上がっていきます。もうパスタの達人かもしれません。このパスタカロリーはやばいんですけど、めちゃくちゃ美味しいんで、よかったらシャルドネと一緒に合わせてみてください。ではバイバイ。